いたちの会議は終わりました。模擬宇宙の未来については結論は重要ではありません。重要なのはあなたの方です。どうやら怒ってるようですね。申し訳ありません。何も弁解できません。これまで無数の実験に失敗してきましたが、結末も全て予想の範囲内でした。私はクローンを作り出しましたが、それとあの指令は結局似ても似つかないものでした。はい、計算結果と一致しています。56秒、寸分の狂いもありません。時間と場所の制約により、その生命の編成は中途半端なものになってしまいました。また全ての生命の在り方と同じように、しかし短い一生にも意味は取るに足らない。一歩予想通りの言ったはずですよ。あなたが乗り越えられない危機に遭遇した場合は、私が表に出てそれを排除すると。事実、私は何もかもが計画通りに進むのは嫌いなんです。だからこそ私は嬉しいんです。こういったほぼ予定通りのストーリーにも思いがけない喜びがありましたから。家庭の中で誕生したこの子たちには時々心を打たれます。私はこの子たちに人間的な反応があると思っています。神聖とは相反する概念、つまりこの子たちには感情があるのです。感情はポジティブとネガティブ、どちらの可能性もあります。ですがその中でも心の奥底にある愛は永遠に不変なんです。この子たちは天才とは程遠い。なのでそういった愛が友情なのか愛情なのか親子の情なのかを区別できません。しかし天才ならそれを区別できるんでしょうか。少なくとも私にはできません。私は愛が何なのかが分かりませんし、この子たちの感情に応える術もありません。あなたには私が間違ってるように見えますか。でも答えなくても大丈夫です。私はただ感じることがあったから口に出しただけなので、これではとても無責任ですね。申し訳ありません。半自白剤の効果ももうすぐ切れます。これから誰かが私のことを話題にしても自由に話していただいて結構です。会ったことがないと言っても構いません。どうせ私たちの間にある記憶もすぐに霧のように消えてしまいますから。この世界に漏れない秘密はありません。話したくない過去があるせいで、私は自分以外の人を信用できません。秘密を秘密のままにする最も完全な方法は、その秘密を破壊することです。最後に半自白剤は、私たちが共有したこの時間のことを、あなたの記憶から消してくれるんです。その効果に即効性はありません。ゆっくりぼんやりとした過程なんです。まあ、誰かが宇宙ステーションで自分勝手な実験をしていたことを思い出すかもしれませんが、
それが誰なのかは忘れるでしょう。こうして生命同士のつながりは消されるのです。友情、秘密、葛藤、欺瞞、すべてが煙のように消えていきます。そうすれば私たちはもっと楽になれるんです。ええ、そう信じています。スクリューガムはしばらく宇宙ステーションにとどまるでしょう。彼とヘルタにはまだ解決できていない問題があります。私はもうすぐここを離れますが、わざわざ皆さんに別れを告げることはしません。私が話したノーマンズランドのことを覚えていますか？研究が一段落したら、暇な時間を使って一人で再び行ってみるつもりです。時々余生徒のことが懐かしくなります。彼女はいつも別れ際に美味しい飲み物を作ってくれました。ポルカカカムには出会わないことを祈ります。遭遇すれば厄介なことになるでしょうから、次に天才たちが集まるのはいつになるんでしょうね。他に何か私に言いたいことはありますか？答えが難しい問いですね。ありがとうございます、私の助手さん。機会があれば、そしてあなたが望むのであれば、またいつか出会った時、一緒にノーマンズランドへ行き、穏やかな氷河を旅しましょう。しかしそうなるとそこはノーマンズランドではなくなってしまいます。実に難しい問題ですね。Thank you.